ダシマドランちゃん、ダシマ動画つぬこです。ゆうきです。今日は仮面ライダーエグゼイドガシャポン、サウンドライダーガシャットゼロゴー。はい、サウンドライダーガシャットも気づけばもうね第5弾ですよ。はい、早いね。はい、で今日はこちらを見ていきましょう。いはい、じゃあまずはラインナップの方から見ていきましょう。今回はですね、ジュージューバーガー、こちらのノーマルバージョンとメッキ版、はい、そしてレジェンドライダーガシャットからスペースギャラクシーフォーゼガシャット、はい、それのノーマル版とピカピカメッキバージョンの、全4種類になっております。はい、はい、そんなわけで今日は5回、やってきましたので、まあ、メッキ版が出てるかどうかちょっとね確認していきたいと思います。はい、はい、まずはラインナップを見るためにね1個開けたこちら、はい、もうシールがね出てます、フォーゼです。はい、でまあ問題はピカピカメッキ版なのかどうなのかっていうとこなんですけれども、ブブー、ノーマル版だねこれちょっとね。ちょっと開けてみようか、開けてみよう、じゃん、うわー、はーい、ノーマル版です。はい、じゃあ次これ、これ、よいしょ、これもフォーゼ、フォーゼメッキでは、ない、ない、ない、はい、次、お、ジュージューバーガー、よいしょ、おー、ジュージューバーガー、うん、はい、で、ジュージューバーガーは、じゃん、はい、ノーマル版だね、はい、あ、フォーゼ、メッキじゃない、あと一個、あと一個、最後、じゃん、これは、あ、またまたフォーゼ、あ、ノーマル版。はい、そんなわけで今日はメッキバージョン出ませんでした。はい、フォーゼがね4つ出ました。はい、でジュージューバーガー1つ、はい、こんな感じです。はい、今回はねジュージューバーガーの方が赤いレベル1フィギュアになっております。フォーゼの方はいつも通りのねグレーのフィギュアになっております。はい、さあ中身はねこのような感じになっておりました。はい、じゃあこれを一気に組み立てていきましょう。せーの、パッ、はい、完成しました。はい、じゃあね一個ずつ見ていきましょう。どっちからいく？じゃあ一個出たジュージューバーガー、じゃあジュージューバーガーから見ていきましょう。はい、さあこちらがガシャポン版のジュージューバーガーになります。はい、周りはこんな感じ、はい、で柄はこんな感じです。カナントくんがねシールを貼ってくれたんですけれども、見てください、はみ出ております。はい、曲がった、曲がったでもね見てほら、ネームは完璧に貼ってくれました。こんな感じ、はい、はいはい、絵柄はねこのような感じ、発光ギミックがないのでもうすでに絵柄に色がついている感じですね。はい、赤いね。そうだね、はい、デラックス版のジュージューバーガーガシャットと比べるとこんな感じです。はい、近くで見るとこんな感じ、はい、絵柄はね、変化なしで、はい、横の感じはこんな感じで、まあ、シールなんでねこんな感じで違います。はい、うん、で、ここのね、透明パーツのとこの質感がね、全然ね、違いますよ。ね。違うね。後ろの絵柄はこんな感じで違います。はい、さあ、それでは音声を確認していきましょう。はい、絶縁シートを抜いてください。はい。さあ、じゃあまずは単体音声。音声は2種類ですね、はい、ジュージューバーガー、あとレベルアップのレベル4音声が入っております。はい、さあそれではベルトとも連動させていきますよ。はい、いきます。レベル1変身音はなし。じゃあレベル2、はい、いいですね。はい、ジュージューバーガー、ちなみにデラックス版だとこんな感じ。じゃあレベル4いきます。Thank you.
はい、じゃあ決め技スロットホルダーにも装填。はい、じゃあガシャコンブレーカーにも装填。あれ待って、何待って、もう一回。おい。どういうこともう一回。はい、ダメー。なぜガシャコンキースラッシャーにも装填。はい、名前読み上げはありませんね。はい、さあ続きましてこちらがガシャポン版のスペースギャラクシーフォーゼガシャットになります。周りこんな感じ。はい、はい、絵柄はこんな感じ。はい、パパもちょっとね曲がった。はい、で横のネームはこんな感じになっております。はい、デラックス版のスペースギャラクシーフォーゼガシャットと比べるとこんな感じ。はい、ガシャット自体の成型色は結構近いものですね。うん、はい、で絵柄のシールはこんな感じでございます。はい、この辺はね特に違いはありません。はい、横のネームはこんな感じで、ここの質感はね違います。はい、はい、でね絵柄はこんな感じです。はい、はい、じゃあこちらも音声確認していきましょう。はい、いきます。はい、じゃあまずは単体音声いきますよ。音声はこちらの全4種になっております。はい、さあそれではベルトとも連動させましょう。いきます。変身。レベル2。レベル3音声は入っておりません。はい、はい、じゃあ決め技スロットホルダーにも装填しましょう。ガシャコンブレーカーにも装填。ん？あれ？さっきもなったじゃん。あれ？なんで？なんだろう。もう一回。ちょっとね、ガシャコンソードにちょっと一回入れてみたいと思います。うん。やっぱダメ。なんかダメみたい。はい、じゃあガシャコンキースラッシャーにも装填します。名前読み上げはありません。はい、はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーエグゼイドガシャポンサウンドライダーガシャット05を紹介しました。はい、はい、残念ながらね今回はピカピカミッキーバージョン出ませんでしたが、はい、相変わらずね500円とは思えないクオリティの高さでね、いいんではないでしょうか。持ってない方はねぜひ回してみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日この辺でバイバーイ。 バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、はい、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、
ぜひね、はい、押して長島動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。